賞決定戦をスタートいたします。ボーリング界最大のビッグイベント第11回ジャパンオープンボーリング選手権、今年のクイーンズの座は勝者ゾーンから勝ち上がってきた小山康代でしょうか、あるいは敗者ゾーンから勝ち上がってきた中山律子でしょうか。大久保さん、はい、中山対小山、新旧の対決になりましたね。そうですね。そして小山も、5月の中旬にですねアメリカのクイーンズに参加して非常にまた勉強して帰ってきてますんでね、乗ってる選手ですから面白いですよ。はい、小山の第一フレーム1投目9本です。小山の方は1回戦で稲橋風、そして2回戦で斉藤忍、3回戦野村美恵子を破って優勝決定戦進出です。一方の中山律子の方は1回戦で野村美恵子に敗れて敗者ゾーンへ、そして敗者ゾーン1回戦で去年のディフェンディングチャンピオン木村敏夫、2回戦で斉藤忍、3回戦で小磯ひとみ、そして3位決定戦で野村美恵子を破っての優勝決定戦進出です。小山の第一フレーム2投目です。ちょっと指の引っかかりが悪かったか、取りました。さあ一方こちらは先ほど女子の3位決定戦、2期生の野村美恵子と死闘を演じ5ピン差で優勝決定戦進出を決めた中山、取りました、ストライク。乗ってますね。しかし絶好調です ね最近よくあの決勝に残ってますからね。ただあのなかなか勝てないですけどね。はい、完全にもう復活してましたね。そうですね、はい、タイトル数が33、しかし昭和55年以来タイトルからちょっと遠のいています。中山、ダブルが来るかどうか、セブンピンが残った、ちょっと厚めに行きましたね。そうでしたね、はい、セブンピンをカバーに行きます、取りました。そして一方こちらは勝者ゾーンから勝ち上がってきた小山、中山がストライクスペア、そして小山はスペア、そして第2フレームはどうか、ヘッドピンを外しました、7本。ちょっとあのアプローチ助走するところを気にしているようですね。そうですね、はい、小山の方は今シーズン六甲クイーンズ優勝、そしてホーチオールスター2位、現在賞金ランク第4位です。本当にあのここまで来る選手とは思わなかったですね。プロに受かった時もそんなに体も大きくないし、はい、あの力もあるわけでないしね。身長が155センチ、非常に小柄な選手ですよね。そうですね。しかしあの無理をしないということがいいんでしょうね。自分に合ったもの、ボーリングをしているということがね。はい、これは取りました。危ないところ。吉田さん、はい、宮城さん、の小山選手なんですが、はい、実は今年の2月からウェポンというあの手首を保護するものをつけ始めたそうで、ええ、それで最近ちょっと肘が回ってボールが滑るのが気になっていたそうなんですけれども、ええ、今大会は特に肘をまっすぐに投げるようにしているのが好調の原因だと言ってました。なるほどね。まあ、最近あのリスト体、ウェポン、はい、そういうのをつける方多いですよね、はい、そうですね。今まではあの本当のリストだけだったんですがね、それがだんだん長くなって指の先まで、つくようになりましたね。非力の選手には非常に効果的だと思いますね。さあその小山の第3フレームの1投目、これは来ました、ストライク。ようやく来ました。さあ小山がレーンを掴んだかどうか。一方これから投げる中山の方は、こちらの方は先ほどの3位決定戦野村と死闘を演じています。したがって121番122番両方ともほぼ掴んだと思われます。第3フレーム1投目、これもいいでしょう。来ました、ストライク。大久保さん、現在のところ、はい、両方とも並んでると、両者並んでる展開になってますが、そうですね、さあどうなると思われますか。今の時点ではですね、あの中山の方が完全にもうレーンを掴んでますから、レーン、そしてアプローチコンディションですね、はい、
で小山が次のフレームもしストライクでしたら、うん、これはまたもう本当に五分と五分、最後の最後までわからない展開になると思いますね。なるほど、はい、でそういうふうにするには中山の方がここで先に相手にプレッシャーを与えておかないといけないですね。ちょっとボール早いな。さあどうか、天秤が残った。やっぱりどうしてもここで欲しいとなるとボールが速くなって天秤が残るということですね。天秤をカバーに来ます。左からクロスで取ります。危ないところ。あの辺が中山さんらしいところです。そしてね、ああいうジェスチャーに負けないようにしないといけないですね、小山の方は。なるほどね。ですから今小山全然見てなかったですよ、うん、もう何回もね、中山さんと試合やったこともあるでしょうから。そうです、まあ、慣れてるわけですね、はい、こういうマッチゲームをね、中山の雰囲気にしちゃうんですよね、うん、さあこの1球でもしストライクが来ればレンが読めたということになりますよ。さあどうか、うーん、残った9本。さあまだこっちのレンを掴んでないですね。しかし今のでいいと思いますからね、あんま考えない方がいいですね、小山は。小山の4フレ2投目取りました。女子の優勝決定戦中盤第5フレームに入ります。大久保さんね、この小山選手なんですが、はいはい、アメリカに行ってらっしゃいましてね、その時に指を怪我したそうですね。そうなんですよ、バックル、ボーリングのバックなんかをですね、車でそのツアーで移動するわけですけれどもね、その時に、ドアに手を挟んでしまってというアクシデント、はい、あったそうです。なんかかなり腫れてまだ痛みが取れてないんだというふうにね、言ってましたけども、はい、意外とあのガッツのある選手ですからね。これは大丈夫でしょう。さあどうか、来ましたストライク。こうやって見ると小山の方は左側121番、こちらの方は完全に掴んだと見ていいですね、はい、そうですね。もうこういうマッチゲームとの連コンディションどう読むかですからね、うん、もう技術ではないですから。一方中山の方もこちら右側、今度は逆に122番、はい、こちらのレーンの方は1フレ3フレと来ておりますので、はい、まず自信を持って投げられるレーンと。そうですね、いうわけですね、はい、ボールさえ速くならなければいいということですね。さあ今度はどうか、来ましたストライク。2人ともダッチマンスタイル、いわゆるストライク、スペア、ストライクの形となっています。現在のところ第4フレームを終わった時点で小山が77ピン、中山が80ピン、そして第5フレーム両選手ともストライクですのでほとんど差がありません。ピン差、はい、3ピン差です。今度は中山はストライク出ると思いますよ。先ほどから今から投げるレーンをスピードをつけすぎて天秤が残って失敗してますからね。その辺は非常に勘のいい選手ですから今度はスピードを緩めて投げるはずです。投げましたね。さあどうか、はい、来ましたストライク。その辺が動物的な感というわけですか。もう本当にあのかつてのね、ミスタージャイアンツ長嶋選手と本当に同じですよ。なるほどね、すぐその感覚でこう掴んじゃうんですね。あ